当にあなたはグズで空気が読めないわよね。さっさと高雪と離婚してやってくれないかしら。義両親は相変わらず私に暴言を吐き、要求をぶつけてくる。そして最近ではよく離婚という言葉を口にするようになった。ミキ、母さんが君に嫌なこと言われたって泣いてたよ。俺は母さんが大事だから、ミキが母さんと仲良くできないなら離婚するしかないな。あの義母が私に何かを言われて泣くはずがないだろう。2秒でわかるような嘘を平気でつく高雪にはもうため息しか出ない。あの、どうして皆さんが私のマンションに住むんですか？人の顔を見れば離婚離婚と騒いでいた人たちとは思えない。いつだってそうだ。都合のいい時だけ嫁という言葉を使ってくる。そうだ、嫁なんだから私たちに奉仕しろ。金も住むところも嫁なんだから。義母の厚かましい発言に私は冷静に反論する。え？私は独身ですが。これにはさすがの悪魔たちも大きな反応を見せた。三人とも鳩が豆鉄砲を食らったような間抜けな顔をしている。え？え？私は何も間違ったことは言っていない。それは事実なのだから。幸せを見つける場所であなたに出会ってしまった私も悪かった。だけど作り物の優しさを愛情と勘違いしてしまう、そんな無知で愚かなアラフォー女を騙して楽しかったですか？まるで奴隷のようにこき使い金を無心する、そんな浅ましい自分たちの姿を鏡で見たことはありますか？あなたたちの笑い声は少し甲高い悪魔のそれとそっくりです。そのまま笑いながら地獄に放り込まれればいい。ちゃんと苦しんでください。絶対に許しません。私の名前は三浦美希、40歳の主婦だ。30代最後となった昨年、お見合いパーティーで出会った高雪と結婚した。私と同じく30代最後となった友人に誘われて参加したのだが、私にとっては初めてのお見合いパーティーだったためすごく緊張していたのを覚えている。パーティーではすべての男性と数分間だけ話す時間が与えられる。そこが自分を売り込む絶好のチャンスなのだが、口下手な私は何を話してよいかわからず、何もアピールできないまま時間だけを溶かしていた。私に結婚は無理かも。そう諦めかけていた時に、最後に私の前にやってきたのが同い年の高雪だった。決して男前ではないが、柔らかそうな物腰と包み込むような笑顔は、それまでずっと緊張でガチガチだった私を安心させてくれた。こういう場所って緊張しますよね。実は僕も慣れてなくて。高雪はそう言って恥ずかしそうに笑った。他の参加男性はお見合いパーティー慣れしているようで、時間が少ないことが分かっている中で矢継ぎ早に質問をしてくる人が多い。私はそれにうまく答えられず、結局男性たちはため息をついて次の女性のところへ行ってしまうのだ。しかし高雪は私に多くの質問はせずに、口下手な私の話をゆっくり聞いてくれた。ずっと女子校だったため男性への免疫があまりないこと、そして女手一つで育ててくれた母に結婚して早く安心させてあげたいと思っていることなどを話した。高雪は笑顔で私の話を聞きながらうなずいてくれた。ここに来て初めて居心地の良さを感じられたのだ。しかし高雪は人気があるようで、フリータイム中はずっと他の参加女性に囲まれていた。そうだ、ここには結婚したい女性が多く集まっている場所だ。もたついているうちにチャンスを逃してしまうかもしれない。私が勇気を振り絞って高雪に声をかけようとした時、フリータイムの終わりを告げる鐘が鳴った。終わった。
何もできなかった。会場では成立したカップルたちがみんなの拍手を浴びている。私は一緒に来た友人に慰められながら会場を後にしようとした。その時、高雪さんと美希さん、カップル成立です、おめでとうございます、と司会の声が会場に響いた。私はダメ元で最後に提出する気になる男性に高雪の名前を書いた。なんと高雪も私の名前を書いてくれたというのだ。私よりも喜びで興奮する友人に支えられてステージまで行く。もう少しあなたと一緒にいたいと思いました。高雪にそう言われ、私は大きくうなずいた。会場中から拍手を浴び、私たちは本当にカップルとして成立したのだった。その後、友人は気を利かせて先に帰り、私と高雪はファミレスで話をすることにした。僕も両親を早く安心させたくて、実は僕もずっと男子校だったから、女性との関わり方がどうやら下手みたいなんですよね。だから、美希さんって僕と似てるなって思ったら気になっちゃって。照れながら話す高雪に、私はますます好感を持った。その後は好きな音楽の話や学生時代にやっていた部活の話をした。意外にも高雪は高校で演劇部に所属していたらしい。俳優目指している奴らが集まって、スマホでドラマとか撮ってたよ。お恥ずかしながら、僕も昔はそんな夢を持っていたんですよ。そこでも高雪は少しだけ照れ笑いした。それが私と高雪との出会いだった。そうして私たちの交際はスタートすることになる。お見合いパーティーで出会ったのだから、すべては結婚前提で話が進んだ。交際して早い段階で高雪の両親にも会った。二人とも高雪によく似ていて、物腰の柔らかい優しい笑顔で私を受け入れてくれた。結婚したら専業主婦にならなくてはいけないと覚悟していたのだが、高雪からも高雪の両親からも仕事を続けることを咎められることはなかった。私の母は離れて暮らしているため、なかなか挨拶をすることができなかったのだが、そんな事情も気にしなくていいと言ってくれる寛大なご両親だった。聞けば両親ともかつて演劇の道を志したことがあり、劇団にいた頃に知り合ったという。高雪が俳優の夢を持っていたのもご両親の影響だったのだと私は納得した。今思えばこの時に気づくべきだったのだ。全ては演技だったのだと。この時の私は全く気づくことができずに、高雪との結婚へと進んでしまった。これが私の地獄の始まりだった。私には父親がいなくて、母も私を育てるために必死に仕事をしていた。だから私は温かい家庭への憧れが人一倍強いのかもしれない。高雪と結婚して、私たちは新居として 2LDK のアパートを借りた。引っ越した直後は頻繁に義両親が私たちの家に遊びに来てくれ、楽しい時間を過ごした。私の記憶する限り、初めて温かい家庭を感じることができたと言っても過言ではない。ほどなくして高雪の親戚のお宅にも挨拶に行ったのだが、高雪の親戚は高雪が結婚をしたことにとても驚いていたようだった。ほら、俺が女性のことが苦手だからさ、親戚も心配してたんだよ。帰宅後、高雪はそう言っていた。きっと私の親戚たちも早く母を安心させてやれと心配していたことだろう。そう思うと高雪に出会え結婚できたことはすごく幸運だと思った。母に電話で入籍したことを伝えると、電話越しに母が泣いて喜んでいるのが分かり、やっと親孝行できたことに安堵した。美希さん、高雪と結婚してくれて本当にありがとうね。
もう私たちは家族なんだから、本当の親だと思って接してちょうだいね。義母の優しい言葉に、私は涙が出そうになった。優しい夫と義両親、そして大切な母を安心させることができて、私は本当に幸せを感じていた。しかし、その幸せは儚くも崩れ去ることになる。私と高雪が入籍して3ヶ月ほど経った頃だった。私が仕事から帰ると、義両親がリビングのソファーに座っていた。思えばこの頃は結婚当初よりも義両親が遊びに来る頻度は減っていたため、珍しいなと思ったのを覚えている。高雪はまだ仕事から帰っていないようで、二人は私が帰宅するのを待っていたかのように、一斉にこちらを見た。おい、遅いじゃないか。待ちくたびれたぞ。義父の言葉に私はかすかな違和感を覚えた。それは私の知っている義父の口調ではなかったからだ。少なくとも今まで私には向けられたことのない明らかなトゲを含んだ口調だった。ほんと、嫁のくせにこんなに遅く帰宅なんて、いい身分だこと。今まで甘くしてたからつけ上がってるんじゃないの？私は自分の耳を疑った。いつもの優しい義母の言葉とは思えなかったからだ。そして遅いと言っても、まだ午後5時を回ったばかりである。私はなぜ義母がそんなことを言うのかわからなかった。いつまでアホみたいな面して突っ立ってんだよ。さっさとこっちに来い。大事な話だ。私は言われるがまま、リビングの空いているソファーに座ろうとした。なあ、誰が座っていいって言った？嫁ごときはそこに立ってろ。突っ立ってても怒られ、座ろうとしても怒鳴られ、私は訳がわからなくなった。私が混乱していると、義母はテーブルに置いた一枚の用紙を指さして、とりあえず、これを書いてくれないかしら。と言ってきた。私はその用紙を見て自分の目を疑った。それは紛れもなく離婚届だ。え？離婚届ですか？どうして？結婚したばかりですよ。私の頭には疑問符しか浮かばない。とりあえず書けと言われて、わかりましたとすぐに書けるものではないだろう。ますます混乱している私を見て義母が、思った通り、あんたが頭の弱い嫁で本当によかったわよ。私たちの演技にコロッと騙されるんだもん。どこの世界にそんな寛容な義両親がいるのよ。少しの間でも幸せな嫁の気分を味わえたことをありがたく思いなさい。ああ、それにしても、いい姑の演技って疲れるわね。そう言って、ソファーにふんぞり返って、タバコに火をつけ始めた。義母の、初めて見る姿だった。演技と言われても、私はピンとこない。この数ヶ月、優しくしてくれたことも、楽しく過ごしたことも、すべて演技だったというのか。飲み込みの悪い私に、義父がイライラした様子で話しかけてきた。いい加減受け入れろ。本当にグズだな。こいつも言ってるだろ。全部演技なんだよ。親戚のやつら、高幸のことをいつもバカにしてくるんだ。どうせ結婚もできないだろうって。高幸が結婚できたら100万くれるって言うから結婚させたんだ。あいつらびっくりしてたな。100万も無事にもらったから。本来ならお前はお役御免なんだけどよ。義父はすぐに離婚して、親戚から金を返せと言われても困るから、しばらくは婚姻を続けろという。それではなぜ私に離婚届を書かせようとするのか。離婚届は念のためよ。お金のことがなけりゃ、今すぐにでも離婚させたいくらいよ。私の可愛い息子を、こんなグズの嫁のところに置いておきたくないもの。高雪は知っているのだろうか。彼もまた
演技をしているというのか。私が少し冷静になった頭で考えていると、義母が離婚届を押し付けてきた。よく見れば、高雪の名前が記入されている。高雪が書いたのだろうか。ミキさん、理解したならぼさっとしてないで、早く夕飯の支度でもしたら？高雪が帰ってきちゃうじゃない。私たちの分もちゃんと用意するのよ。怠けるんじゃないわよ。言ったでしょ？本当の親だと思って接しろって。ちゃんと私たちのこと大事にするのよ。義母はタバコをふかしながら意地悪く笑った。俺は今夜は分厚い肉が食べたいから、ないならすぐに買いに行け。義父も私に向かって動物を追い払うような仕草をして命令した。私は何も言い返せずに、突きつけられた離婚届を握りしめたままリビングを出る。そして離婚届をそのままポケットにねじ込んだ。優しかった義理おしんは幻だった。この3ヶ月が本当に幸せだっただけに、悲しくて悔しくて仕方がなかった。私は流れる涙を拭いながら買い出しのため家を出た。高雪が帰宅したのは、義理おしんが私の焼いた分厚い肉をダイニングテーブルで頬張っている時だった。高雪、お帰りなさい。ミキさんったらひどいのよ。私たちに分厚いだけの安い肉を食べさせるんだから。これだからシングルマザー育ちの貧乏娘はダメよね。センスがなさすぎるのよ。義母はずっと文句を言いながら肉を食べている。安い肉というが、私から見ると十分高級な肉なのだが、ここで関係のない母のことを悪く言われたような気がして、正直気分を害していた。私が気持ちをモヤモヤさせていると、へえ、美味しそうじゃないか。ミキ、俺も食べれたりする？高雪はいつもの優しい口調で私にそう言った。私があからさまにほっとした顔をしたからか、高雪は不思議そうに私を見た。義母は私に余計なことを言うなと目で訴えている。私は少し様子を見ることにして、高雪の分の肉を焼き始めた。高雪がいつも通りだったことに安堵したが、義理おしんの本性が分かってしまった以上、彼らと今後も付き合っていかなければいけないことが憂鬱で仕方ない。私はお金のために結婚させられたのか、少なくとも高雪はちゃんと私を選んでくれたのだと信じたい。私はポケットにしまった離婚届のことを思い出した。あれは高雪が自分で書いたものなのだろうか。確認をしていないのでわからないが、あの時の状況から考えても、義理おしんのどちらかが記入していたとしてもおかしくない。高雪に許可を取っていないのであれば、離婚届は無効のはずだ。むしろ罪に問われてしまう可能性だってある。義理おしんはそこまでして私と高雪を離婚させたいのだろうか。確かに可愛い一人息子を手放すのが寂しいのは理解できる。しかし高雪だって子供ではない。いずれ親離れ子離れしなくてはいけないはずだ。それにこのまま生活していけば私たちの間に子供だって生まれるかもしれない。そうしたら義理おしんの考えだって少しは変わるのではないだろうか。そうでなくとも、私が嫁としての務めをちゃんと果たせば、義理おしんも認めてくれるかもしれない。考えているうちに、私の中に少しだけ希望の光が見えてきた。よし、もう少し頑張ってみよう。私は高雪に食べさせる肉を焼きながら、小さな声でそうつぶやいた。その日を境に、義理おしんの私に対する扱いは劣悪になっていった。私は結婚後も仕事こそ続けていたが、時間を短縮して働くようにしている。義理おしんは私が帰宅してから、高雪が帰るまでの数時間の隙を狙って我が家に来るようになった。高雪は義理おしんを信頼しているため、
合鍵を渡している。だから彼らは好きなように我が家に出入りする。正直頻繁に出入りされるのは思わしくない。しかし私は高級品は持っていないし、貴重品は持ち歩くようにしているため、義両親の出入りは100歩譲って黙認していた。彼らは家に来るたびに、こんな狭くて古いアパートに高行を住まわせるなんて、お前は鬼嫁か。やだやだ、貧乏が染みついてる感じが嫌だわ。世の中にはもっと立派な建物があるってことを知らないのね。生まれながらの貧乏だものね。かわいそうにね。どうせならもっと美人の嫁がよかったな。あんたを見たって目の保養にもなりゃしない。などと私や家に対する文句を言ってくる。このアパートに住んでいるのは自分たちの身の丈に合った物件だからだ。高行は義両親が思っているほど給料をもらっていない。私の分と合わせてやっと人並みの生活ができるくらいのレベルである。しかし高行のプライドもあるため、そんなことは義両親には言えない。そんな義両親は私に文句を言うだけでは飽き足らず、人使いも荒かった。仕事が休みの日には私に義両親の家の掃除や草むしりをさせるのだ。文句言うんじゃないよ。お前は嫁なんだから、私たちに尽くすのは当然だよ。嫁だと言いながらも、強いていることは召使いのようなものだった。それでも私は義両親に認められたい一心で、雑用でも手伝いでも何でもやった。正直、高行に愚痴ってしまいたい気持ちは大いにある。しかし、曲がりなりにも高行が大切にしている人たちだからと、私は自分の心に留めていた。そんな日々が数ヶ月続いた。私と高行の結婚からもう1年が過ぎようとしている。義両親は相変わらず私を召使いのように扱う。いや、召使いのようにではなく、もはや私は彼らの召使いだった。私の家と義両親の家がさほど離れていないのをいいことに、早朝だろうが深夜だろうが私に要望をぶつけてくるのだ。それもすべて大した用事でもなく、電球が切れたから取り替えろだの、ゲジゲジが出たから駆除しろだの、自分たちでもできるようなことばかりだった。私が少しでも不服そうな顔をしようものなら、私たちはもう60を過ぎてるんだ、無茶して怪我でもしたらお前はどう責任取るつもりなんだ。そうなったら嫁にいびられたって大泣きして騒いでやるんだから、などと子供のような稚拙な発想を持ち出してくる。かといって本当にそんなことをされたらこの上なく面倒くさいので、私は心を無にして彼らの要望に応えてきた。唯一の救いである高行は、私が義両親から目の敵にされ始めた数ヶ月前から家にいる頻度が減っていた。というのも会社での責任が大きくなったとかで、出張だの残業だのに駆り出されることが増えたらしい。家を空けることが多くなってごめんね。父さんと母さんをよろしく。高行が私にそういうものだから、義両親もここぞとばかりに私をこき使うのだ。最近ではお金の無心をしてくることが増えた。義両親は二人とも早期退職をして現在は無職だという。道理で毎日暇を持て余しているはずだ。しかし義両親が無職なのと、こちらがお金を渡すのは別の話である。早期退職をしたのであれば退職金もあるだろう。年金だってもらっているはずだ。しかも私と高行が結婚したことで親戚からもお金を受け取っている。それに今回だけという名目で私は何回かお金を渡したこともある。独身時代が長かった私はその間ずっと仕事に精を出していたこともあり、同年代の女性に比べれば貯金はかなり多い方だと思う。そしてこのお金はしっかり使い道を決めているお金だ。
ましてや生活費から義両親へ援助をするのであれば、私の独断では決められない。私は定期的に義両親にお金を渡すのであれば、高行に相談する必要があると言った。すると義母は、なんで高行に相談する必要があるんだ。あんたの稼いだ金をよこせばいいだろう。嫁の金は私たちの金なんだ。つべこべ言わずによこしなさいよ。そう言って私の財布を無理やり奪おうとしたのだ。義母のあまりにも理不尽すぎる行動に私は恐ろしくなり、意を決して高行に相談することにした。その日、高行は残業だと言って帰宅したのは深夜1時を回った頃だった。このご時世でこんな時間まで残業をさせる企業があるのだろうか。多少の疑念はあるが、最近忙しくしている高行と話せるチャンスはあまりない。深夜だったが、私は高行に義両親からお金を無心されている話をした。余裕があれば援助したいんだけど、今の生活だと難しいでしょ。だから高行からもお母さんに言ってくれないかしら。私がそう言うと、高行は想像以上の速さで即答してきた。え？渡せばいいんじゃない？お金。ミキの給料を全部うちの両親に渡したよ。何を迷う必要があるの？まるで私の考えが異常なのかと思うような、さも当たり前だとでも言うような、そんな答えだった。口調は優しかったが、言っている内容が理解できなかった。私の給料を全部お母さんたちに渡したら、私たちの生活ができないんだよ。家賃だって光熱費だって払わなきゃいけないんだよ。私は至極当然のことを高行に伝えた。口には出さないが、おそらく高行の給料は時間短縮をした私の給料よりもはるかに低い。その高行の給料だけで夫婦二人で生活するのは至難の業だった。私の言葉に高行は少しだけ不快な顔をしていった。光熱費ってそれくらい知ってるよ。バカにしてるの？だからさ、こっちの生活費が足りなくなるなら消費者金融でもどこでも借りればいいじゃん。もちろんミキの名義で。ミキの給料を俺の両親に渡すんだから責任はミキにあるでしょ。だからお金を借りるならミキの名義で借りろよ。俺には関係ないから。言っていることが筋が通っているようで全く通っていない。高行は本気でそう思っているのだろうか。私にはとてもあの優しい高行の言葉とは思えなかった。そのうち高行は大きなあくびをし、明日も早いから寝ると言って寝室へ行ってしまった。私はどうしても寝つくことができず、一晩中リビングのソファーで過ごした。翌日、私は高行が起きる前に家を出た。出勤時間まではかなり早いが、カフェで時間を潰せばいい。高行にも簡単な朝食を置いてきたし、問題はないだろう。私は高行と顔を合わせたくなかったのだ。昨夜の高行の言葉がどうしても信じられなかった。私が間違っているのだろうか。そう思わされるほど、高行の言葉には迷いがなかった。高行が何を考えているのかわからない。この先の未来のことをどう思っているのだろうか。ちゃんと話し合わなきゃダメだ。今朝は高行から逃げてしまったが、私は高行と向き合うことを決めた。寝不足で頭が少し冴えないが、逆に気を張って仕事ができそうだ。私はカフェを出て会社へ向かった。なんとか仕事を終えた私は足早に自宅へ向かう。高行が帰ってくるまでの時間で高行と話すべきことをまとめておこうと思ったのだ。私は口下手だから、その場で考えをまとめて相手に伝えるのが苦手だ。だから事前に思うことや伝えたいことを準備しようと思っている。今日は義両親にも来るのは遠慮してもらおう。彼らがいると話がややこしくなってしまう。私はアパートの部屋の前に来て鍵を開けようとしたが、
違和感を感じた。鍵は開いている。もしかしたらすでに義両親が来てしまったのかもしれない。私は今日は義両親に帰るようお願いしなくてはと思いドアを開けた。すると玄関に義両親のもの以外の靴があった。高雪の靴だ。いつもは私よりも数時間遅いか残業で日をまたぐこともある。今日に限って帰宅が早かったのだろうか。私は靴を脱ぎリビングへ向かった。するとリビングから高雪と義両親の会話が聞こえてきた。どうやら三人でお酒を飲んでいるらしい。いつになく上機嫌な高雪の笑い声がする。やっぱ持つべきものは頭の悪い嫁だよ。今度からミキの給料全額父さんと母さんに渡すから。あいつ俺の言うことなら何でも聞くんだ。それを聞いてギフと義母も笑っている。貧乏な家で育った娘なんてちょっと優しくしてりゃ何でも信じるからね。まだ高雪のこと優しい旦那って信じてるんだろ。私らの中じゃ一番高雪が演技派だっていうのにね。リビングのドアを一枚隔てた向こうで私は一人絶望を感じていた。一瞬目の前が真っ暗になり倒れかけたが何とか持ちこたえる。やはり優しい高雪も幻だったのだ。でもあのお見合いパーティーでちょうどいい女を探すの大変だったんだぜ。おとなしそうで男慣れしてなくて何でも言うことを聞きそうな感じな。親戚の奴らから金もらうためとはいえとんでもないブスとは結婚したくないしさ。とても私の知っている高雪が言っているとは思えないセリフに耳を塞ぎたくなった。もう結婚して1年だろ。そろそろ離婚しても親戚の奴らも何も言わないだろ。ずいぶん前に高雪が書いた離婚届はどうした。まあまた書けばいいだけの話だ。今度はもう少しマシな顔の女にしてくれよ。あの貧乏娘の顔じゃ飯もまずくなる。義父の言葉に高雪と義母が手をたたいて笑う。できれば最初から金を持ってる女がいいね。少なくともこんな貧乏くさいアパートには住まないような女だね。動悸がする。頭の中が真っ白になっていく。私は涙が止まらなかった。以前義母から突きつけられた離婚届はやはり高雪本人が書いたものだった。幸せになれると思って結婚したのになぜこんな思いをしなくてはいけないのか。根本として義両親は花から私を嫁として受け入れる気などなかったのだ。高雪だってそうだ。親戚にバカにされたか知らないがつまらない見栄と金のために私と結婚した。幸せだと感じたこともあった。温かい家族ができたと思った。でも全ては演技で幻だった。貧乏なシングルマザーの娘だからな。俺が離婚したいって言っても貧乏な親には頼れないから簡単に応じないだろうな。そうなったらミキが父さんと母さんをいびってたことにして有責離婚で慰謝料ぶんどってやろうぜ。その時はまた一芝居頼むよ。高雪がとんでもないことを言い出した。それに便乗するように義母が、芝居なら任せておくれよ。いびられて疲弊した姑を演じればいいんだろ。そんなのは朝飯前だね。そう言ってまた高笑いを始めた。私はだんだんと自分の中の感情がなくなっていくのを感じた。この扉の向こうにいるのは温かい家族の皮をかぶった悪魔だ。悪魔には何の感情も湧かない。ただただ地獄に落ちてしまえばいいのにと思うだけだった。私はリビングには入らずそのまま家を出た。今日は友達の家に泊めてもらおうと思い以前一緒にお見合いパーティーに参加した友人に電話をした。どっかの悪魔姑とは大違いだ。幸せを見つける場所で高雪に出会ってしまった私も悪かった。だけど作り物の優しさを愛情と勘違いしてしまう
そんな無知で愚かなアラフォー女を騙して楽しかったですか。まるで奴隷のようにこき使い金を無心する、そんな浅ましい自分たちの姿を鏡で見たことはありますか。あなたたちの笑い声は少し甲高い悪魔のそれとそっくりです。そのまま笑いながら地獄に放り込まれればいい。ちゃんと苦しんでください。絶対に許しません。翌日になって私は友人の家から出勤した。私が帰宅しなかったことを高雪は全く気に留めていないようだ。電話はおろかメールの一つもなかった。おそらく高雪はもともとそういう性格なのだろう。それは今まで私が帰宅しないことなどなかったゆえに気づくことができなかったことだ。1年もかかってしまったが、本当のことが知れてよかったと思う。高雪が、義両親が、悪魔のような最低な人間でいてくれたおかげで、私は容赦なく彼らを地獄に落とすことができる。その日の仕事を終えた私は、何もなかったかのようにアパートに帰宅した。リビングには昨夜彼らが飲んだであろう酒の瓶や缶が放置され、つまみの袋や食べ残しも散乱している。私は何も考えずにそれらを片付けた。高雪が帰宅したのは夜11時を過ぎた頃だ。特に話すことはないので、私はそのまま自分の寝室へ行った。さらに翌日の夕方に義両親がやってきた。彼らは私の姿を見つけると、餌を見せられた獣のような顔で要求をぶつけてくる。ちょっと、今日はお寿司にしなさい。駅前の高級店から出前を取るのよ。お金はあなたが払いなさい。あなたのお金は私たちのお金なんですからね。私はそういう義母の顔を見て、意地汚い、醜い顔だな、とぼんやり考えていた。寿司を取ってやったらやったで。おいお前、お前は食うなよ。お前の顔見てたらせっかくの寿司がまずくなる。高級寿司がまずく感じるなら、あなたの味覚がおかしいのでは、と思ったが、口にしない。私だって、シワだらけの汚い義父の顔など見たくない。ミキ、ごめんね。席を外してくれるかな。今日は家族水入らずで食べたい気分なんだ。高雪は気持ちの悪い笑顔を添えてそう言った。まだ私が高雪の演技に騙されていると思っているのだろう。残念だが、すべて知っている。ネタバレしているのに、ドッキリを続けているような寒さを感じた。しかも、家族水入らずと言っていた。暗に、私を家族から除外している時点で、完全にアウトである。私は1ミリも反論することなく、自室へ戻った。それから1ヶ月が経った。この1ヶ月も毎日のように高雪の帰りは遅かったし、義両親も変わらず私に暴言を吐き要求をぶつけてくる。そして最近ではよく離婚という言葉を口にするようになった。本当にあなたはグズで空気が読めないわよね。さっさと高雪と離婚してやってくれないかしら。高雪もあんたみたいな貧乏娘に粘着されて本当にかわいそう。そして高雪もあの日言ってた嫁の義両親いびり作戦を決行する動きにシフトしたようだ。ミキ、母さんが君に嫌なこと言われたって泣いてたよ。俺は母さんが大事だから、ミキが母さんと仲良くできないなら離婚するしかないかな。あの義母が私に何かを言われて泣くはずがないだろう。2秒でわかるような嘘を平気でつく高雪には、もうため息しか出ない。どうやら高雪と義両親で手分けして、ご近所にも嫁の義両親いびりの噂を広めているらしい。本当にお粗末な親子だ。その労力をもっと別のことに使えばよいのだが。これ以上この親子を野放しにしていると、ご近所や方々に迷惑をかけてしまうかもしれない。空を見ると、ちょうど月が顔を出したところだった。
今日の月は赤い。赤い月は不吉の前兆なんて説もあるらしい。悪魔を退治するのにはもってこいの日ではないだろうか。その夜、リビングでは高雪と義両親が酒を飲みながら談笑していた。私はその間に割って入る。おいおい、今家族で楽しんでいたんだ。部外者は入ってくるな。そう言われ、私はきっと岐阜を睨んだ。一瞬、岐阜がひるんだのを見逃さなかった。お話し中すみません。明日、引っ越しをすることになったので、ご挨拶と思いまして。私から出た引っ越しという言葉に3人とも見事に反応した。あらあら、そうかい。やっと出ていく気になったか。ここよりも家賃が高いところなんて住めないだろう。ダンボール小屋にでも引っ越すのか。義母の言葉に高雪と義父が笑う。言った本人である義母も笑う。私は一体何が面白いのかわからず、黙って悪魔たちの笑いを見ていた。義母は涙目になりながら再度私に聞いてきた。で、どんなボロアパートに引っ越すんだ。義母の質問に私は答える。駅前の新築マンションです。 4LDK だからここよりだいぶ広いと思いますよ。私の言葉に高雪も義両親も目を丸くした。え、何言ってるの。駅前のマンションって分譲だろ。しかもかなり高額のはず。高雪は頭にハテナを浮かべながら私の顔を凝視する。独身時代に貯めたお金で購入したのよ。ずっと家を買うために貯めてたお金だったから、この機会に奮発しちゃった。私がそう言うと高雪は何かを考え始めた。そしてブツブツと独り言を言っている。そうかそうか、はいはい、なるほどね。うん、 4LDK か。うん、報告も済んだし、私は今すぐにでもこの家を出て行きたかった。大した荷物もないので、引っ越しというほど大掛かりなものではない。私は彼らに頭を下げ立ち上がろうとした。すると高雪が意を決したように急に大きな声を出した。ミキ、お前の気持ちは分かった。よし、明日から両親と同居する。高雪はなぜか勝ち誇ったような表情をして私の顔を見る。私は高雪がこう言い出すのではないかと予想はしていた。だがわざと気づかないふりをして高雪に言った。ああ、このアパートでご両親と住むのね。いいんじゃない？この人たちもずっと入り浸ってるし、相当このアパートを気に入ってるみたいだしね。そう言った私に高雪は顔を歪めた。は？こんなアパートで暮らさねえよ。俺たちも駅前の 4LDK に引っ越すぞ。高雪の言葉に義両親が歓喜の声を上げた。いいね、駅前の新築か。そうと決まったらすぐに準備しなきゃだわ。邪魔だから貧乏娘はこのアパートに残ったらいいんじゃないか。 4LDK は俺たちだけで暮らすからよ。嫁の家は俺たちの家。支払いだけ滞りなく頼むからな。高雪と義両親は私のことはお構いなしに勝手に盛り上がっている。どこまでも浅ましく意地汚い人間、いや悪魔なんだろう。あの、どうして皆さんが私のマンションに住むんですか。私は感情のない声でそう言った。あまりの感情のなさに三人は一瞬動きを止めた。どうしてって、お前は嫁だよな。嫁なんだから俺たちがマンションに住むなんて当たり前だろ。私はため息をついた。人の顔を見れば離婚離婚と騒いでいた人たちとは思えない。いつだってそうだ。都合のいい時だけ嫁という言葉を使ってくる。そうだ、嫁なんだから私たちに奉仕しろ。金も住むところも嫁なんだから。義母の厚かましい発言に私は冷静に反論する。え？私は独身ですが。
これにはさすがの悪魔たちも大きな反応を見せた。三人とも鳩が豆鉄砲を食らったような間抜けな顔をしている。え？え？私は何も間違ったことは言っていない。それは事実なのだから。お伝えした通り、私は今はもう独身です。高幸さんの嫁でも何でもありません。だからあなた方と一緒に住む理由も義理もありません。私は目の前で絶句する悪魔三人衆にはっきりと言った。無神経な演技で人を騙しただけでなく、私の安住の場所まで奪おうとする悪魔たち。ダンボール小屋は彼らの方がお似合いではないだろうか。何を勝手なこと言ってるんだ。離婚なんて認めないぞ。俺たちは 4LDK に住むんだからな。離婚を認めない理由が 4LDK のマンションに住むためだなんて、どこまで器が小さいのだろう。こんな人が1年間も私の夫だったことが恥ずかしい。ずいぶん前にお母さんから高幸の記入済みの離婚届をもらってたのよ。私の分も記入して昨日提出させてもらったわ。高幸もご両親も離婚を望んでたみたいだったから気を利かせたのよ。無事に離婚は成立しているから安心してね。私の言葉を聞いて高幸が義母を睨んだ。義母はそれに反論する。何よ、高幸だって離婚するつもりでいたじゃないか。親戚から金をもらうために一芝居打とうぜって台本まで作ってきてさ。義母は目を血走らせながら高幸に食ってかかる。高幸も負けじと大きな声を出す。そもそもさ、母さんたちが勝手に先にネタバラシしたんだろ。いい姑を演じるのに疲れたからって最後までやり遂げろよ。そんなんだから役者として大成しなかったんだよ、母さんも父さんも。突然の巻き込み事故を食らった義父も参戦し始めた。役者を諦めたのは母さんがお前を身ごもったからだ。お前の命を優先させてやった俺たちに向かってなんて口きくんだ、バカ息子。聞くに耐えない罵り合いが続く。親子喧嘩は後でゆっくりやってもらうとして、私は彼らの喧嘩にカットインする。お話が盛り上がっているところ本当にすみません。再度ご報告なのですが、結婚後に伺ったご親戚様なんですけど、先日仕事で近くに行く機会がありましたので立ち寄ったんです。以前に挨拶に伺った際に高幸が結婚したことに対してすごく驚いていたのが印象的だった。立ち寄った際に何気なくそのことを聞いてみたのだ。すると驚くべき回答が返ってきた。あの高幸が結婚なんてありえないと思ったんだよ。美希さんは知っているんだよね、高幸がこれまで一度も働いたことがないって。え？知らなかったの？何も知らなかった私に親戚の方は親切に教えてくれた。大学卒業以降、高幸は毎日のようにパチンコに行っているんだ。時には開店から閉店まで同じ店で粘ってるみたいなんだ。両親もパチンコ狂でさ、3人が勝った日は早い時間から3人で酒盛りしてるよ。え？会社で責任が大きくなったから残業や出張が多くなったって？あいつミキさんにそんなこと言ったのか。それは多分新大が入荷したとか地方で新店がオープンしたとかだよ。ひどいな。やっぱりそんな奴が結婚だなんて考えられないよ。事情を聞けば全ての辻褄があった。私が帰宅した頃に3人で酒を飲んでいることがあるが、それは勝利の美酒なのだろう。義両親は私から給料を巻き上げパチンコの軍資金にしようとしていたのだ。そして私は高幸は極端に収入の少ない職場で働いているのだと思っていた。なぜなら私は高幸から月の生活費は5万円しかもらっていなかったからだ。なので毎月の生活費はほぼ私の給料から捻出していた。高幸のプライドもあるだろうと口には出していなかったが、話を聞けばプライドもへったくれもない、ただのパチンコ狂いだった。
親戚の方には貴重な情報をご提供いただいたので、私もお返しいたしました。この結婚はすべて縁起によって仕組まれて、私はお金のために結婚させられたことをお知らせしたんです。ご親戚の方、ものすごく怒ってらっしゃいました。渡したお金はすぐに返してもらうとおっしゃってましたよ。私の話を聞いて、高雪も義両親も顔を真っ青に染めた。ほどなくして気の強い義母は自我を取り戻し、何か反論しようと口を開けた。しかし、私は畳みかけるように次の言葉を放った。ちなみに、皆さんが頑張ってご近所に広めた嫁の義両親いびりの噂の件ですが、ご心配なく、あなた方のことを信じるご近所さんは誰もいなかったようです。逆にそんな噂を自ら広めていることに猛烈な痛々しさを感じたようですね。あなた方が私を罵倒する声はご近所でも有名なんだそうです。私は笑顔でそう言った。反論しかけていた義母は口を開けたまま再び顔を青くする。私の心はだいぶ満たされてはいたが、せっかくの場なのでもう少し話を聞いてもらおう。今度はもっと具体的な話だ。後日弁護士さんからも皆さんに連絡が行く予定なんだけど、せっかくなので概要だけお伝えしておきます。まずは高雪、あなたには不貞行為に関する慰謝料を請求します。私がそう言うと、高雪は大きく体を跳ねらせた。バレるはずがないとでも思っていたのだろう。あなたと出会ったお見合いパーティーに一緒に行っていた友人が教えてくれたの。既婚者であるはずのあなたが夜な夜ないろんな婚活パーティーに顔を出してるって。そこでいい感じになった女性とホテルに行くのよね。友人は私を心配して証拠写真をいっぱい撮っておいてくれたのよ。私と離婚して次の結婚相手を見つけようと思ったにしても、やり方が雑よね。友人に頼んでパーティーの主催者にはあなたが既婚者だって伝えてもらってるから、それなりのペナルティーは覚悟しておいた方がいいわよ。そこまで言うと、高雪は床に膝をついてしまった。頭を抱えてあわあわと何かを言っている。無様な姿だ。バカな子だね。あんだけうまくやれって言っただろ。義母が舌打ちをして高雪を下げすんだ。お母さん、そしてお父さん、あなたたちにも慰謝料を請求します。すると義両親はものすごい勢いで私を見てきた。ああ、どうして俺たちがお前に慰謝料なんか請求されなきゃいけないんだ。わざわざ家族にまでなってやったんだぞ。貧乏なシングルマザーの娘なんかと大事な息子を結婚させてやったんだ。礼をもらいたいくらいなのに、なんで金を請求されるんだ。理不尽だ。義父は大きな声で怒鳴ってきた。まだそんな元気があったのか。この声もご近所中に響いていることだろう。それにしても義父が理不尽なんて言葉を知っていることに驚いた。今まで自分はその理不尽な行為を何度も繰り返してきたというのに。友人の助言でこの1ヶ月間部屋にボイスレコーダーを置かせていただきました。あなた方の私に対する暴言は罪に問われる可能性があります。侮辱罪、名誉毀損罪、脅迫罪などなど、証拠は十分すぎるくらいに取れましたから。詳しいことは弁護士さんから説明があるでしょう。あ、この場合の録音行為は法律に抵触しないので反論は受け付けませんから。そこまで言うと義父もおとなしくなった。所詮は浅はかな金の亡者で中身のないパチンコ狂いだ。稚拙な言葉以上に私に反論するほどのボキャブラリーは持っていないようだ。私が部屋を出て行こうとすると、高雪が小さな声でつぶやいた。分与、財産分与があるだろう。お前のマンションは半分俺のものじゃないのか。なあ、俺のだよな。高雪の最後のあがきだろう。財産分与という言葉にたどり着いたことは褒めてあげたい。残念だけど、あのマンションは私が独身時代に貯めたお金で購入したの。そして
あなたと生活するための目的で購入したわけじゃない。だから財産分与には該当しないのよ。諦めて。一度息を吹き返したかと思われた高雪は、再び深く沈んでいった。義母も義父もソファーに身を預け、うなだれていた。ほんの短い時間だけ、温かい家族を感じることができた。そのことには本当に感謝しています。だからこそ、偽りだと知った時のショックは大きかった。それと、あなたが再三言ってる貧乏なシングルマザーなんだけど、訂正して。私の母は父と離婚してから必死で仕事をして、会社の社長になったのよ。今でも忙しい日々を送っているけど、すっごく楽しそうで、私の誇りなの。新しいマンションでは母と一緒に暮らす予定です。もうこの家族に未練はない。これからは大好きな母と一緒に暮らせるのだから。幼い頃には味わえなかった母との時間を、大人になった今から堪能する予定だ。気づけば部屋の中は真っ暗だった。電球でも切れたのだろうか。まあいい。もう私には関係のないことだ。このアパートだって解約の手続きが進むだろう。あとは高雪に任せよう。もう子供じゃないのだから。私はうなだれる三人を部屋に残しアパートを出た。そしてそのまま新居であるマンションへと向かった。やっぱり高層階はいいわね。風が気持ちいいもの。朝からバルコニーではしゃぐ母を、私はコーヒー豆を引きながら見ていた。新しいマンションは快適で、母も私も気に入っている。エントランスにはコンシェルジュがいて、防犯もしっかりしているのがいい。元義家族が乗り込んでくるのではないかと心配をしたが、彼らにはそんな勇気はなかったようだ。友人の話によると、高雪はこの地域ほぼ全ての婚活パーティーを出入り禁止になったらしい。高雪にとっては残念なことだが、私はもっとペナルティーが重くてもいいと思っていた。結局彼らはあのアパートで3人で暮らし始めたようだ。義両親が住んでいた家は家賃が滞納したため追い出されたらしい。あのアパートの名義は私だったが、大家さんに事情を話して高雪の名義に変えてもらった。無職で収入がないことから他の物件は借りられなかったようだ。大家さんの恩情でなんとかホームレスにならずに済んだらしい。そして噂では高雪も義両親も仕事を始めたのだとか。何のスキルもない高雪は簡単な軽作業をしているようだ。当然のように収入も少ない。彼らには弁護士さんを通して慰謝料を請求している。まだ日が浅いため、この先ちゃんと支払われるかどうかはわからない。それに、パチンコの誘惑に勝てない時もあるだろう。だけど彼らには、ちゃんと責務を全うしてもらう。母は、まだバルコニーで風を感じていた。お母さん、コーヒー入ったよ。今日は朝から会議なんでしょ?私はテーブルに母の分のマグカップを置く。すると母は私の顔を見て微笑んだ。家族と暮らすっていいものね。それは私も同感だ。母はマグカップのコーヒーを一口飲んで、おいしいと笑顔でつぶやいた。